皆さん、こんにちは。Kindle アドバイザーの笠子と申します。2023年6月2日から Kindle 出版のカテゴリー入力が変わりました。ちょっとですね、罠もありますので、これ今までやってきて、あれおかしいなってなると思いますので、どうやって入力するのか簡単に解説をしていきたいと思います。Kindle からのお知らせですね。KDP カテゴリーエクスペリエンスの変更ということで、カテゴリーの選択が変わりましたよというお知らせが来ております。で、実際にですね、初めの、本のタイトルとかと入れる画面、タイトルとか内容の説明の画面のところの、カテゴリーが変わったんですけれども、またここにですね、カテゴリーの前に一つ罠がありまして、主なマーケットプレイスがここに移動してるんですね。かつては一番最後、価格を入れるところだったのに、ここに何気に映し込まれてるんですよ。で、しかもデフォルトが Amazon.com になってます。これをまず変えとかないと、後でなんか円の表示出ねえみたいな、なんか変なことになるので、まずカテゴリーの前にここを変えるというのを、新しい画面では忘れないようにということです。基本的に皆さんは日本語のマーケットで日本の本を出して、もちろん他に全世界出しますけれども、主なマーケットプレイス、主な市場、主な市場は日本だと思いますので、ここは Amazon.com になっているところは Amazon.co.jp に変えといてください。でないとですね、私、先日サポートした方が、いや、なんか価格設定でなんか、なんか出てこないんですけど、みたいな、いや、おかしいなと思ったら、こっちがこの Amazon.com のデフォルトにされているということで、この Amazon.co.jp にしないと価格設定でつまずくことになるので、まずカテゴリー変更の前にここも変わってますよというところは注意をされてくださいということです。そしてカテゴリーなんですけれども、今までの入力方法となんかちょっと変わりました。そして今まではカテゴリーを2つ選ぶというところだったんですけれども、最大3つ選びますと。で、ただ2つが3つになっただけではなくて、そもそも項目が大きく変わっています。で、まずこの Kindle 本カテゴリー1つ選択というところをやるとですね、Kindle 本とか Kindle 漫画とか3つぐらい選択肢が出てきますけれど、まずは Kindle 本を選んでいただくと。で、その上で、隣にタレント写真集、ティーンズラブ、ノンフィクション、ノベル、ライトノベル、そこにチェックをしてもいいんですけれども、サブカテゴリーを選んだ方がよろしいのかなということで、このサブカテゴリーのところを見ると、なんとこんな風になってます。ちょっとこれ見にくいので、ここの部分拡大しますね。ここが大きく変わったんですよ。こんな風になりまして、前回の、今までのよりも格段に良くなりました。というのは、Amazon で売られる時のカテゴリーと同じになったんです。というか、今までがおかしすぎてですね、今までのカテゴリーって、Amazon で売られる時のカテゴリーと、この入力するカテゴリーが違ったなので、何入れたらいいのみたいになってたわけです。で、しかもなんかすごい細かくなく、ブワーってなってて、なんだよ、これみたいになってたんですけど、ちゃんと Amazon で売られた時のカテゴリーと対応するようになったので、選びやすくなったと思います。なので、Kindle 本を選んでいただいて、自分のジャンルを選んでいただくということになります。で、さらに、そこからですね、例えばビジネス経済を選んだらサブカテゴリーが出ますので、またそこで選んでいただくと。これを3回繰り返すということで、3つのカテゴリーが入れられるようになりましたよということと、サブカテゴリーがちゃんと今までと違って、ちゃんと Amazon で出た時のカテゴリーと対応するようになりましたということです。というわけで、2023年の6月2日から Kindle 出版のカテゴリー入力が変わっております。ただ、その上にマーケットプレイスが来てて、Amazon.com がデフォルトになっているので、そこも注意ということで、今まで出したことある方も、急に変わると、ちょっと戸惑うと思いますので、この動画を参考にですね、Kindle 出していただけるといいんじゃないかなと思います。Kindle についてはですね、どういうふうに出したらいいのかとか、細かい説明、それからどうやって売ったらいいのか、皆さんね、作るのは簡単なんですけど、販売戦略に悩まれているので、その作り方と同時に販売戦略を解説している、Kindle 講座、5500円で動画視聴データ売っておりますので、概要欄に、その Kindle 講座、買えるところ、リンクを貼っておきますので、そこからですね、クレジットカード決済で買えるようになっております。なお、購入した方は、1週間メール相談付きがついておりますので、何か購入して講座ね、聞いてないか、わからないこと
ととかあったら遠慮なく聞いていただければと思います。本当にね、Kindle はチャンスなので、で、しかもこうやってちょっとずつちょっとずついろんなことが良くなっているので、ぜひ皆さん Kindle 出版を、あと昔 Kindle 出版してなんかいまいちだった方も、今やればまた反応が大きく変わるかもしれませんので、ぜひですね、Kindle 出版に挑戦していただけるといいんじゃないかなと思います。